皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。自民党総裁選、12日告示、27日投開票、への立候補を表明している河野太郎デジタル愛、61は1日のフジテレビ番組で、自身の X、ツイッターでの誹謗、誹謗、中傷や反対意見を遮断できる、ブロック機能の使用について、 誹謗中傷はダメだとむしろ総理のような人がはっきり言わないといけないと述べ、首相になった場合でも継続していく考えを示した。スクリーンショットで見る、河野氏にブロックされた人たち河野氏の X のフォロワー数は正解最多の255万人超で、強い発信力が強みだ。ただ、ブロック機能を多用するため、ブロック太郎との異名も持つ。誹謗中傷に限らず、 自身と意見が合わない相手の投稿も遮断するなど手法が強引との批判もある番組で首相になった場合は国民の表現の自由に配慮し内容が誹謗中傷と言えるかやブロックするかどうかは司法判断に任せるべきではないかと問われると裁判では時間がかかる総理だから誹謗中傷していいのか大臣だったら誹謗中傷していいのかとなると反論 SNS ネット交流サービスの匿名性を利用して人を傷つけていることに対してやっぱり世の中強く出る必要があると強調した反対意見に応じない印象を国民に与えかねない懸念に対しては決してそういうことではない公の発信と個人で楽しくやっているものとは違う反対意見は受け止めると語った高橋祐樹 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。